ケンバ・ハドレー・ウォーカーはアメリカ合衆国ニューヨーク州ブロンクスク出身のプロバスケットボール選手。NBA のニューヨークニックスに所属している。ポジションはポイントガード。ニューヨーク州ハーレムにあるライスハイスクールからコネチカット大学に進学。2011年には NCWA トーナメントで優勝に導いた。 2011年の NBA ドラフトの一巡目9位でシャーロット・ボブ・キャッツに指名された。一年目は DJ オーガスティンの控えとして起用され、二年目から先発に定着した。2013から14シーズン、久しぶりのプレイオフに進出するが、ファーストラウンドでディフェンディングチャンピオンのマイアミヒートに4戦全敗でスイープ負けを喫した。2015から16シーズン、 2016年1月18日のユタジャズ戦では球団記録記録となる1試合52得点を記録した。このシーズンは81試合に平均35.6分の出場で20.9得点に4.4リバウンド5.2アシスト1.6スティールなどを記録した。2016から17シーズン2017年1月26日 NBA オールスターゲームにヘッドコーチ推薦での初出場が決定した。このシーズンは79試合にタイラー34.7金分の出場で23.2得点3.9リバウンド4.4アシスト1.1スティールなどを記録した。2017から18シーズン2018年2月4日に行われたフェニックスサンズ戦で18得点を記録。 試合はホーネッツが115から110で勝利した。この試合でウォーカーは、キャリア通算930本目の3ポイントシュートを成功させた。これにより、デルカリーが保持していたチーム最多3ポイントシュート、成功記録929本を更新した。2018年2月8日、負傷により欠場が決まったクリスタプス・ポルジンギスの代わりに2月18日に、 ロサンゼルスのステープルズセンターで行われるオールスターゲームへの出場が決まった。同日行われたポートランドトレイルブレイザーズ戦で40得点を記録。試合はオーバータイムの末ブレイザーズに109から103で敗れた。3月22日に行われたメンフィスグリズリーズ戦でキャリア通算9度目の40得点以上となる46得点10本の 3P シュートを記録、試合はホーネッツが NBA 史上6番目に大きい点差となる140から79で勝利した。3月26日に行われたニューヨークニックス戦でオーバータイムの11得点を含む31得点を記録、試合はホーネッツが137から128で勝利した。このシーズンは80試合に平均34.2分の出場で、 22.1得点3.1リバウンド5.6アシスト1.1スティールなどを記録した。2018から19シーズン2018年11月17日のフィラデルフィアセブンティー・シクサーズ戦で自身初の60得点を記録した。このシーズンは全82試合に平均34.9分の出場で、 25.6得点4.4リバウンド5.9アシスト1.2スティールなどを記録し、自身初のオール NBA チームを受賞した。2019年5月に楽天 NBA のゲストで日本に初来日している。2019から20シーズン開幕前の2019年6月30日にボストンセルティックスと4年総額1億4100万ドルのマックス契約を結んだ。 2020から21シーズン終了後の2021年6月18日に、ある方法で、モーゼス・ブラウンとのトレードで、ドラフト指名権と共にオクラホマシティ・サンダーに放出され、8月6日に、サンダーとの契約解除に合意し、FA となった。その後、11日に、地元ニューヨークに、本拠地を置くニューヨーク・ニックスと2年契約を結んだ。得点力に優れた。 ポイントガード。ボールハンドリングとスピードクイックネスに優れるため、ドリブル途中で一瞬のシュートフェイクを織り込み、マトスペースをコントロールできる。そのままゴール付近へ切り込むもしくはスペースを作ってミドルシュートを沈めるプレーを得意としている。ゴール下へ自ら切り込むケースでは、味方選手へパスを出す目線とモーションのフェイクを非常に有効に活かし、ディフェンスの対応を後手にし、 素早いジャンプからレイアップシュートを楽に沈めることができる。アウトサイドシュートに関してはガードの選手としてはあまり効率の良いものではなく2013から2014シーズンにおいては FG% パーセントが4割を切るなどシュート全体の確実性に改善が求められる。1試合あたりのアシスト数は NBA のポイントガードとしてまずまずの数字を残している。守備面においては マッチアップ相手に素早さで劣ることは少なく、周囲の味方選手と協力し、ファウルを抑えて相手ガードをうまく追い込んでいる。ありがとうございます。